クロード・ドビュッシー、クロード・アシルド・ドビュッシー、1862年8月22日から1918年3月25日は、フランスの作曲家、超音階、単音階以外の戦法と、機能火星にとらわれない自由な火星法などを用いて、独自の作曲を、行し、その伝統から外れた音階と、半音階の用い方から19世紀後半から20世紀初頭に、 かけて、最も影響力を持った、作曲家である。ドビュッシーの音楽は、代表作、海や、野草曲などに見られる特徴的な作曲技法から、印象主義音楽、印象派と称されることもある。しかし、本人は、印象主義音楽という概念に対して否定的であり、テクスト、詩やテーマの選択は象徴派、象徴主義からの影響が、色濃い。なお、 名前は、生後1890年、23歳まで、アシルイコールクロード、1890年、23歳、から、クロードイコールアシルである。1862年8月22日午前4時半、イブリーヌ県サンジェルマンイコールアンイコール、例のパン通り38番地に、アシルイコール、クロードドビュッシーとして生まれた。この建物は、現在ドビュッシー博物館となっている。 父親のマニュエル・アシルド・ドビュッシーは、陶器店を経営し、母親のビクトリーヌ・マヌリド・ドビュッシーは裁縫師であった。五人兄弟の長男として生まれているが、彼が2歳、1864年7月31日になってから洗礼を受けている。その年に、一家は、経営難のためサンジェルマンイコールアンイコールレイを、離れ、母方の実家、クリシーに同居する。1870年。 カンヌに住むオバ・クレメンティーヌ、父の姉にあたるのもと、彼女の肝入りで、イタリアのバイオリニスト、ジャン・チェルッティ、ジーン・チャローティにピアノを習う、期間は不明。このカンヌでの滞在は一回だけであったが、後年ドビュッシーは鮮烈な印象を残したと手紙の中で語っている。1871年、詩人、ベルレーヌのギボ・アントワネット・モテ・ド・フルール・ビル夫人に、 基礎的な音楽の手ほどきを受ける。これは偶然にも父親の知人であったベルレーヌの儀形でオペレッタ作家のシャルルド・シブリーと出会い、シブリーが少年のドビュッシーを自分の母親のフルールビル夫人に引き合わせたとされる。夫人はドビュッシーの才能を見抜き、親身に彼を教えたという。幼少期のドビュッシーについては後年本人が語ろうとしなかったため、 どのように過ごしたのかは不明である。ただしこの時期からピアノの手ほどきを受けていたことは確かである。1872年10月22日、10歳でパリ音楽院に入学する。この時の合格者はドビュシーを含むわずか33名であった。1年後、エルネスト・ギュロー、作曲、オーギュスト・バジュ、ピアノ伴奏法、アントワーヌマルモンテル、ピアノ、エミール・デュラン、 作曲、アルベール・ラビニャック、ソルフェージュラに学ぶ。もともとピアニストになるつもりで、1873年の1月29日に、JS バッハのトッカータ、BWV-915 を弾いた際、魅力的な素質と評価されて、自信を持ち、ピアニストへの道に進むことを決めたという。1874年に、学内のコンクールにおいて、ショパンのピアノ競争曲、 第2番の第1楽章を弾いて第2次席章を獲得。翌1875年にショパンのバラード第1番で第1次席章を得るが、1876年には獲得できなかった。1877年にはシューマンのピアノソナタ第2番第1楽章で再び第2次席章を取るが、1878年と1879年は2年。 続けて賞が取れずに失敗し、これによってピアニストになることを諦める決心をし、そして結局ピアノで賞を得ることができず、1位入賞を目標にしていたため、その年にピアノ化を去り、10月にバジュ、バズイユのピアノ伴奏法のクラスに入る。一方でドビュッシーは作曲にも挑戦している。1878年にピアノ曲、ーが、 L 番号なしを作曲し、これは現存するドビュッシーの最古の作品とされている。1879年に、歌曲、ガツに寄せるバラード、L1、紛失と、マドリード、L2、近年発見を作曲する。1880年7月、18歳のドビュッシーは、チャイコフスキーのパトロンであったホンメック夫人の長期旅行に、ピアニストとして同伴し、 ピアノ三重奏曲 L3 や公共曲の単調 L10 の断片を作曲した。また、ボヘミア部曲 L9 という商品を、夫人の計らいでチャイコフスキーへ送るが、国評を受けた出版はドビュッシーの死後。メック夫人を通して、チャイコフスキーの当時の最新作であった、公共曲第四番1877年などのロシアの作品も勉強しており、 この経験が元で、チャイコフスキーやロシア5人組に影響を受ける。また、貴族趣味も芽生えた。パリに戻った後、この年の12月24日に、議論のクラスに入る、当初、マスネに支持するつもりでいた。またセザール・フランクのオルガンのクラスに顔を出しているが、オルガンにおける、必要な灰色の色調人や毛がさしたため、わずか半年で、クラスから逃げるように立ち去っている。 1882年に歌曲、星の輝く夜、L4 を出版する。また10作以上の歌曲を作曲する。この年の5月に、ローマ賞に挑戦するも、予選落ちに終わる。1883年5月、2回目となる、ローマ賞に挑戦し、祈り、L40 で予選を通過。カンタータ、検討し、L41 本戦の第二等賞を獲得する。 1884年に3回目となるローマ賞に挑戦し、カンタータ、ハル、L56 で予選を通過、カンタータ、ホート刀息子、L57 でローマ大賞を受賞する。審査員の中には、グノーやサンイコールサーンスもいた。翌1885年から1887年にかけてイタリアのローマへと留学したものの、あまりイタリアの雰囲気には馴染めず、 ローマ大賞受賞者に与えられる期間を繰り上げてパリに戻った。これにはバニエプ人という異中の人がいたためとも言われる。このバニエプ人のために書かれたいくつかの歌曲のうちポールエルレーヌのアデナル・エンに基づくものは後にアデナル・エン・ゼン・ニシューとしてまとめられた。またローマに留学していた頃に生み出された作品はいくつかの歌曲や公共組曲、春、 合唱と還元楽のための辛いま、ずれいま、L59、後に破棄されて現存しないである。なおローマからパリへ帰郷してから作られた作品は、カンタータ、選ばれた乙女や、ピアノと還元のための幻想曲。1888年の夏、銀行家のエテエン・ヌデュパンの支援によって念願であったバイロイトへ初めて行き、同地でニュルンベルクのマイスタージンガーと、 パルジファルを聞く。1889年は27歳のドビュッシーにとって大きな転機の年となる。1月には国民音楽協会に入会してエルネスト・ショーソンナーと知り合い新たな人脈と発表の場を得た。6月にパリ万国博覧会でジャワ音楽ガムランを耳にしたことはその後の彼の音楽に大きな影響を与えた。 その後二度目に訪れたバイロイト音楽祭では、ワグネリズムの限界を感じ、これを境にアンチワグネリアンを標榜することになる。またこの頃、詩人ステファヌ・マラルメの自宅サロン、歌謡会に、唯一の音楽家として出席するようになり、この時の体験は後に、マラルメの詩による歌曲、ステファヌ・マラルメによる三つの歌や、ボクシンの午後への前奏曲への作曲へと繋がっていく。 1890年の28歳の時、名前を、アシルイコールクロードから、クロードイコールアシルに変えた。1893年4月、選ばれた乙女が、国民音楽協会の演奏会で初演され、その後同協会の運営委員にも選出された。また12月29日に、弦楽四重総局が、伊沢弦楽四重総団によって初演されている。 1894年3月、テレーゼ・ロジェと婚約するが、ドビュッシーの恋人だった、ガブリエル・デューポン、愛称、ギャビーの知るところとなり破談。この出来事で、小村と疎遠になり、小村が1899年6月に、事故で没した時にも葬儀に参列しなかった。12月22日に、牧神の午後への前奏曲が初演。リリー・テクシエと最初の結婚をする。 1900年代に入ると、ビリティスの歌、1900年、野草曲、1900年、版画、1904年などが初演された。また、オペラ、ペレアスとメリザンドが完成し、1902年に初演され大きな成功を収めた。これらの一連の作品で成功したドビュッシーは、作曲家としてのキャリアを確実なものとした。 1903年には、レジオンドヌール古藤勲章を受訓している。1905年には、公共誌、海、ピアノ曲集、映像第一集を発表し、新たな境地を見せる。同時にこの年、エンマ・バルダックと同棲する。後にリリーと正式に離婚し、エンマと二度目の結婚をした。エンマとの間には、娘クロードイコールエンマ、愛称主々が誕生する。 1910年には、前奏曲集第1巻を発表し、ピアノ曲において作曲家のキャリアを不動のものとした。一方、この時期に、エドガー・アーラン・ポーの小説、アッシャー家の崩壊に基づくオペラを作していたが、完成せず放棄された。もう一つの大作劇音楽、セイ・セバスティアンの純教、1911年は、長すぎる原作2曲の上演の失敗などがあって帰り見られず、 弟ッシのアンドレ・カプレによる公共的談笑としての演奏会形式の編曲によりかろうじて、レパートリーとして生き延びているに過ぎない。1913年、バレエ音楽、遊戯が完成し、同年にピエール・モントゥーによって初演され、これはバレエリュスの上演によって成功を収めた。しかしその2週間後に、同じ演奏人によって、ストラビンスキーの春の祭典が上演され、 そのスキャンダルの影に隠れてしまう。夏に、おもちゃ箱の作曲に着手する、還元楽家は、アンドレ・カプレと協力。12月、モスクワとペテルブルクに演奏旅行に行く、クーセビツキーとジロティの要請による。1914年、第一次世界大戦が勃発して、エンマの息子、ドビューシーにとっては、連れ子のウラルが兵士として動員されたことなどを受けて、 戦争を恐れるようになっていたドビュッシーは、9月に家族と共にアンジェに避難したが、1ヶ月後にパリへと戻る。この時すでにドビュッシーの体は病に侵されており、大腸がんを発病していた。この頃から様々な楽器のための6つのソナタに着手するも、完成したのは3曲のみであった。1915年、12の練習曲や6つの古代、 悲鳴などを生み出す。3月23日に母が死去、同じ頃にエンマの母もこの世を去っている。1916年はバイオリンソナタの構想や未完に終わったオペラ、アッシャー家の崩壊の台本、決定校の作成に取りかかる。またこの年には二大ピアノのための白と黒でやチェロソナタなどを含む四つの作品が初演されている。私生活では、 離婚した元妻のリリー、マリロザリー・テクシエに対する月手当支払いが1910年以来ため裁判所から3万フランの協託金の支払いを命令されている。1917年7月、一家はスペイン国境付近のサンイコールジャンイコールドイコール、リズに3ヶ月滞在する。この地は保養地として有名であったため多くの著名人が訪れている。ドビュッシーは 同地で自作のバイオリン・ソナタを演奏しているが、これが生涯最後の公開演奏となった。この時期に計画していた残りのソナタとピアノ競奏曲の作曲を想起していたが、これらの作品はいずれも実現せずに終わっている。1918年初旬、直腸岩により床から離れなくなり、3月25日の夕方に静かに池を引き取る。 去年55、葬儀は29日に行われ、遺体はバッシーの墓地に埋葬された。埋葬は、翌年のことで、前年は仮に安置されていた。またドビュッシーが亡した、翌年の1919 19年に、娘クロードエマが、ジフテリアによる、随膜炎によって陽性。妻エンマは16年後の1934年によ去った。三人の弟については、 資料の少なさゆえに詳細は不明であるが、妹アデールは二つの世界体制を生き抜いた唯一の人物である。サンジェルマンイコールアンイコール、例のドビュッシー博物館には、現代に至るまでのドビュッシー家の掛け図が展示されている。気難しい性格で、内向的かつ、被写公的であった。音楽院に入学してからは伝統を破壊しかねない、言動。 不平不満や文句をしていたため、議論など、担当教師らを困らせていた。また、女性関係においてのトラブルも耐えなかった。もともと18歳より弁護士の人妻マリーイコール、ブランシュ・バニエ・プジン、マリエ、ブランシェはシニアと8年間のジョージの後別れ、1889年から、リュグ・ストブドウにて同性を続けていた、ガブリエル・デューポン、愛称、ギャビーとは、 自殺未遂騒動の末に1898年に発局を迎えた。同じ頃、ソプラノ歌手のテレーズ・ロジェ、トリシー・ラジャーとも上等している。翌年には、ギャビーの友人であるマリ・ロザリー・テクシエ、愛称、リリーと結婚するが、1904年頃から、教え子の母親、銀行家の人妻であるエンマ・バルダックと不倫関係になり、リリーは、 コンコルゾ広場で胸を銃で打ち自殺未遂となり、離婚する、1905年。この事件がもとで、ドビュッシーは、すでに彼の子を身ごもっていたエンマと共に一時イギリスに、逃避業することとなり、友人の多くを失うこととなる。長女クロードイコールエンマ、愛称シュシュの出産に際し、パリに戻り、エンマと同棲した、1908年に結婚。シュシュはドビュッシーに溺愛され、 子供の両分を検定された。同じ印象派の作曲家とされることが多い、モーリス・ラベルは父親がドビュッシーとかつて交友関係にあった。1898年にラベルが二大ピアノのための耳で聴く風景で作曲家としてのデビューを果たした時には、ドビュッシーはその中の一曲、ハバネラ、1895年作曲。後に、スペイン教師局第三曲に、 編入に関心を持ち、ラベルに自筆譜の写しを貸してくれるよう頼み、ラベルの方でも、ペレアスとメリザンドに対して、自らが所属するグループ、アパッシュのメンバーと共に、積極的に支持するなど、両者は互いの作品を評価し合い、親密な交友が続いた。だが1904年初演の版画の第2曲、グラナダの夕暮れを聴いたラベルは、前日の自作、ハバネラと、 類似しているとして、ドビュッシーに反発。以後両者の関係は、疎遠となった。しかし、20世紀初頭の作品である、水の戯れや、弦楽四重奏曲などの作品では、ドビュッシーの影響が見受けられ、本人も、ドビュッシーの還元楽曲を、ピアノ曲へと曲し、または、ピアノ曲を還元楽曲へと編曲している。初期の作品である、カンタータ、選ばれた乙女。 1888年や、ボードレールの五つの歌、1889年、までは、ワーグナーの影響を見ることができる。しかしこのあたりの作品、特に、ベルレーヌと出会って、以降の三つの歌曲、忘れられた小歌、華やかな共演第一集などでは、より明確に独自の処方へと変化していった。弦楽四重奏曲と、単調、1893年においてはフリリア、 戦法だけではなく、様々な境界戦法を使用している。中でも、牧神の午後への前奏曲、1894年、メーテルリンクの儀曲によるオペラ、ペレアスとメリザンド、1893年頃着手、完成は1902年など、同時代の作品から現れた、全音音階の使用は、その後の独特のハーモニーの基盤ともなっていまた、これらの作品は、 規則的な律動にとらわれない処方の先駆けでもあり、それまでの西洋音楽の概念からは異色とも言えるものだった。ドビュッシーの音楽は印象主義音楽と俗に呼ばれている。印象派、内視印象主義という表現はもともと1874年に最初の展覧会を開催した新進画家グループモネ・ドがセザンヌラに共通していた。 表現様式に対する野湯表現が定着したものであり、音楽における印象主義も若手作曲家の作品への野湯の意味合いを込めて用いられた表現である。ドビュッシー自身も出版社のデュランに宛てた書簡1908年3月の中でこの用語に対して否定的な見解を示した。ドビュッシーは20世紀で最も影響力のある作曲家の一人として、 しばしみなされており、西洋音楽から、ジャズ、ミニマルミュージック、ポップスに至るまで幅広く多様多種な音楽の部類に影響を得ている。西洋音楽においては、バルトーク・ベーラ、イーゴリスト・ラビンスキー、初期作品の時期のラベル、フランシス・プーランク、ダリウス・ミオーアルベール・ルーセル、ジョージ・ガー・シュウィン、ピエール・ブーレイズ、オリビエ・メシアン、アンリ・デュティ・ユ、レオ・オンスタイン、 アレクサンドル・スクリアービン、カロル・シマノフスキ、ミニマル・ミュージックにおいては、スティーブ・ライヒに対して影響力を有している。日本の作曲家では、竹光・トールがドビュッシーからの影響を公言している。ジャズにおいては、ガーシュウィン、ジャンゴ、ラインハルト、デューク・エリントン、バド・パウェル、マイルス・デイビス、彼の名優であるギル・エヴァンスによると、マイルスの自作曲である、ソー・ホワットは、 ドビュッシーの前奏曲集が一巻に収録されている、ベール・ベワラを下敷きにして作曲されたとのことである、ビル・エヴァンス、ハービー・ハンコック、アントニオ・カルロス・ジョビン、アンドリュー・ヒル、ビック・スバイダーベックなど、またビバップの火星法は、ドビュッシーとアルノルト・シェーンベルクからの影響を大きい。ポップスでは、プログレッシブロックの括りで語られるバンドは、 従来の火星信仰から外れたドビュッシーの音楽に影響を受けており、その他には、ポップグループ、ビョーク、アンナ・コルビーも、ドビュッシーからの影響をかぶっている。日本においては、パスピエが、ドビュッシーの影響を受けている、バンド名も、ドビュッシーの曲名を引用している。電子音楽では、富田沙が、ドビュッシーの作品を、多数取り上げ、編曲したことによって影響がもたらされている。 カッコ内は詩人、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。